ハゲてまーす。はい、今回探しています、クレジットカードを探していますという、名目でね、これファンキーなチラシがあったんで、これぜひご紹介したいなと思って。重要、現金が戻ってくる可能性があります。クレジットカード、カードローンご利用のある方へ、探してます。これすごくないですか。アコム、イオン、プロミス、ニコス、セゾン、オリコ、アイフル、ポケットカード、ライフカード、レイク、エポス、日清、全部載ってる。これすごくないですか、これ。このチラシファンキーだなーっていう、全部載せてきたぞっていう。これすごくないですか。まあこれ、過払い金なんですけど、中央、司法書士、中央事務所さんが出してるチラシですね。クレジットカードから115万円返金された影山さんの話。これちょっと読み上げますね。約115万円の返金。影山さん、返金された感想を教えてください。はい。まさか NTT のクレジットカードから約115万円の現金が戻ってくるとは思っていませんでした。意外と簡単に返金されましたよ。お金を受け取るためにどうすればいいんですか、影山。まずは電話で自分のカードが対象かどうか確認すればいいんです。私の場合は最初に電話した事務所はお金は戻ってこないと言われました。一度は諦めかけましたが、ダメ元で中央事務所さんに電話したんですが、そしたら 2,3 分の電話で現金は戻る可能性があると言われて、その後簡単な手続きをして、あとは待つだけでした。そしたらほら、通帳を出して約115万円も振り込まれました。ダメ元で電話をして115万円が戻ってきたんですよ。もし最初の事務所の時点で諦めていたら思うとゾッとします。どうすか、中央事務所さん、電話してみましょうということで、すごくいいっすね、この広告。これすげえね、久しぶりにね、パンチある広告チラシ見たなって思った。これめちゃくちゃ反応あると思います。まあこれ僕の見解ですけど、これはすげえいい広告チラシだなと思いますね。なんかこの過払い請求の CM、 あの新宿、これは中央事務所なんですけど、昔 YouTube で新宿法律事務所だったかな、めちゃめちゃ CM 出してたんですよ。でその YouTube 広告の CM もすごくうまかったんですけど、テレビも出してたかな、過払い金戻ります。で白地でパンパンパンって出すやつなんですけど、あのすごいいいんですよ。でこれはそのなんだ、このチラシというところで何が僕がいいかっていうと、このまずこの圧倒的な情報量で、なんでこれ載せてるかっていうと、あ、俺のもある、あるわみたいな。こう Y ジェットカードもありますかね、 Y ジェットカード、 Y カードもありますよここに。だから、あ、これ俺のあるやんみたいな、え、ま、待って、これ俺のカード入っとるやんみたいな、からこれですね。え、あった、え、115万っていう、このしかもこのキャッチコピーですね。重要、現金が戻ってくる、クレジットカードから115万円の返金。あとはそのピンポイントで、ここですね、まさか NTT のクレジットカードから約115万、要は NTT が発行するクレジットカードから115万戻ってくるよっていうのはここ。だからそのこれね、マジこうまいっすね、これ。こう誰が作ったんだろうこのチラシ。これ多分ね、マーケッター入ってんじゃないかなっていう。多分ね、これマーケティングは、多分結構あのちゃんとしてるというか、このチラシを企画立案したところっていうのはすげえポイント押さえてますね。これ多分めっちゃ反応あると思います、僕の予測だと。これ電話めちゃめちゃあるんじゃないかなっていう。まあ、あの どれぐらいの母数配ったか分かんないですけど、これ電話相談すげえあると思いますね。でまあチラシとか、まあ反応を取る上で大事なのっていうのが、やっぱまあ僕はセールスレターとか書いてきましたけど、セールスレターではここのヘッドラインですよね。ヘッドラインでバンって目を引くような、でこの分かりやすい、あと分かりやすいですね、金振り込まれましたよみたいな、この分かりやすい。でもこれあんまうさんくさくない理由っていうのが、結局そのなんか儲かりますよじゃなくて、お金が戻ってくるよ、しかもこのあなたが使ってるクレジットカードで、やるのは電話するだけなんですよっていうところで、すごくキャッチーだし、まあ、うさんくさいように見えるけど全然うさんくさくないじゃないですか。なんかあのクレジットカードで電話して戻ってくる可能性あるよだけなんで、お金儲かりますよじゃないんで、だからこのね、お金が戻ってくるという、これパクろうかなみたいな。だからここが例えばですよ、怪しくなるんだったら、重要、現金、毎日何もしなくてもお金が降ってくる、怪しいですよね、
毎日何もしなくてもお金が降ってくるとかだと怪しいですよね。で、なんか自動で不労所得でなんちゃらなんちゃらみたいな、怪しいですよね。だこれいいっすね。うん、なんかその際どいラインなんだけど、際どいラインだけど攻めてるし、まあ怪しくもないというか事実というか、うん、でここのね、このここのここ物的証、ここもすげえこの振り込まれましたよみたいな、こうアップしてるんですけど、この写真の使い方もうまいですね。だからこの物的証拠ですよね、物的証拠、これはもう強いですね。うん、だからね、僕ね昔考えたことがあって、まあこれと同じような感じなんですけど、結局1億円セミナーっていうね、1億円セミナーっていうのを僕はちょっと、あ、これ絶対1億円セミナーだったら1億円稼げるなっていうこの構想があったんですけど、それちょっとシェアしますけど、1億円セミナーってどういうセミナーかっていうと、1億円セミナーやりますと。で、実際に1億円セミナーに参加された方は銀行通帳見せますと。実際にお前本当に1億円あんのかっていう話で、銀行の通帳見せますよと。で、セミナー参加された方だけに見せますと。で、まあ、参加した人、1億円セミナーに参加した人が、そのまず最初のセミナー入る前に、まず通帳を見てくださいと。これ全部見せますんでと。どうすか、これあんま見たことないですよねと。で、ファーってな、お、本当だってなるじゃないですか。で、その本当だってなってからセミナー入るんですよ。で、最後、バックエンドですよね。バックエンド、じゃあ、1億稼ぐためにはどうすればいいのかっていう。あなた、今、僕の通帳には1億円入ってるけど、今後、あなたの通帳に1億円入れるためにはどうすればいいのかって、それを教えますと。で、バックエンドで売るっていう。だから、1億円セミナーやって1億円稼ぐって言って。これ、僕企画したんですけど、企画というかね、なんだ、やってないですけどね。でも、これやったらいけるぞと思ったんですけどね。多分いけますね。いける。いける自信しかないですね。やっぱね、人っていうのはね、弱いんですよ。もうなんか信じないじゃないですか。信じなくないですか。例えば三菱 UFJ 銀行みたいなね、でそこで通帳あって1億円みたいなのあったら、やっぱ信じざるを得ないですよ。自分で触れてるし見てるし。だから通帳って今だから、ネットバンク僕結構メイン使ってるんですけど、やっぱ通帳強いなっていうのがそこなんですよね。だからこれもなんだろうな、ポイントとしては通帳なんですよ。これがネットバンクの表あれじゃないですよ、通帳。人っていうのはその物は信じやすいけども、だからフェラーリがね、例えば4000万ですって言ったら信じざるを得ませんみたいな感じじゃないですか。フェラーリっていう物体があってフェラーリが見て触れるし、でもこれが情報に対していくらですよってなるとうさんくさくなるんですよ。だからこれはすごく面白くて、だからその形にする、例えば分かりやすい例で言うならば DVD パッケージにすると見たくれが良くなるし、あ、DVD なんだ、届く、DVD が届くんだってなるんで、分かりやすいし、なんだろうな、イメージしやすいんですよ。だから、そのエクササイズとかね、ビリーブートキャンプとか DVD 売ってましたし、あとは TRF のエクササイズも DVD だしとか、分かります。でも僕がやってることと変わんないんですよ。昔僕も、DVD めっちゃ作ってたんで、まあ会社の時はですよ。会社の時はセミナー映像を撮影して、それを DVD にして、DVD のプレスして、で、昔はね、スタッフで、この一番初期さ、一番初期はその映像を作るじゃないですか。映像さ、セミナーで映像を作った後、自社で DVD に焼くんですよ。焼いて、しかも自社でレーベルの写真も、この貼るやつとか、あとパッケージのこの、ペラケースだけ売ってるんですけど、その DVD のこのケースの貼る紙も自分たちで作って、それ入れるとか、それもやってたんです、昔。で、量が多くなってから外注化に回して外注でやってもらうようにしてましたけど、それで最初やってたんですね。DVD を売るっていう。だからその、見たくれを、実はその DVD にするっていうのも一つのメリットで、あとはね、もう一つ、この DVD にするっていうのは手間がかかるんですけど、これは与沢理論なんですけど、与沢さんも昔その、帝王学とかね、DVD パッケージいっぱい作ってたんですけど、これで、なんでこれがいいかっていうと、そのデジタルコンテンツ、いや内容一緒なんですよ。別に DVD じゃないとダメってわけじゃないじゃないですか。だって中身見る映像コンテンツ別に何でも一緒じゃないですか。それが YouTube だろうが関係ないですよね。ね、ウェブで見るのも DVD で見るのも一緒ですか、中身。だけど DVD にすると、これ与沢理論なんですけど、あ、それ確かになって思ったことがあって、その DVD にするとそのお客さんのその棚に乗ると、だからその棚に自分の名前がずっと飾ってあるっていうのは印象に残ると。
だから DVD 戦略っていうのは非常に実はいいんだよと。手間はかかるかもしれないけれども、実は DVD にすることによってそういうメリットがあるみたいな話をしてて、あ、確かになと。本棚に自分の商品が載ってる、常にある。まあね、だから目に触れるじゃないですか。例えばそれがメールでお送りするだけだったら埋もれますよね。うん、だから、あ、そういう考え方もあるんだなっていうのはすごくあれでしたけどね。はい、まあ、一応いろいろと余談しましたけど、まあ、このクレジットカード現金戻るらしいぞっていう、うん、まあ、いくら戻ってくるのか電話 してみろって話なんですけど、まあ、あとはオファーですよね。まずは簡単な 2,3 分の電話、要はその簡単ですよっていうところですよね。うん、そう、いや、これは素晴らしいですね。でもね、このビジネスってめちゃめちゃ実はすごいんですよ。なんでこのビジネスがすごいかっていうと、自分のコンテンツが必要ないんですよ。だからこう知識をお金に変えてるんですよ。要はその法律事務所、その事務所、法律の事務、法律に詳しい人が、あ、そう分析して、あ、それは戻るねっていう知識をお金に変えてて、要はなんだ、そのも商品ってそもそもお客さんが持ってるクレジットカードが商品じゃないですか。だからもう無限にあるんですよ、商品が。だから1億2000万人がクレジットカードを持ってると仮定するならば、1億2000万の商品、マンツー商品が勝手に作られてるというね。で、あとはその商品売るために必要なのは電話させるだけなんですよ。電話させて、で、あ、これ戻るかもしれませんっつって、で、戻ったらそのね、しかもそのお金っていうのはお客さんから払うというよりかも、多分ね、まあ、すみません、僕やったことないんでわかんないですけど、多分戻ってきたら、実際に戻ってきたらその何パーくださいねっていう相談料というかね、それで何パー、20パーか10パーか30パーくださいねって話で、しかもこれ何がっていうと、お客さんの財布から出てないんですよ。これミソで、お客さんがいくら持ってるとか持ってないとか関係ないですよね。要はお金の出所っていうのはカード会社かそのどこじゃないですか。で、そこが返金するわけじゃないですか。で、その返金の何パーもらうんで、これはね、マジで儲かりますよめちゃめちゃこのな、まあ、CM とかもバンバン出てますけど、過払い請求、これはこのビジネスマジでやばいですね。これはめっちゃ今ね、本当に、だから僕がテレビ CM がこれ出た時に、あ、すげえなと思いました。新宿法律事務所めちゃくちゃもうガン売り上げ上げてんだろうなと思いましたけど、このビジネスモデルすごいですよ。うん、というビジネスモデルを俺的に解説してみた動画ですね。クレジットカード別にどうでもいいですけど、はい、まあ、これはね、本当すごいですね。だからこういうさ、チラシ、あ、これすごい面白いなと思うのは、その取っとくというか、まあ、僕はすぐアウトプットしてこう使いますけど、あの、ただ捨てるんじゃなくて、要はここにマーケティングが入ってるわけですよ。ここにマーケティングが、わかります？ここがもう勉強の教材なわけですよ。だから特にネットビジネスやる場合っていうのは、カスタムサムネイルとかキャッチコピー、そう、重要ですよね。メルマガのステップメール書くんだったら、ステップメールのキャッチコピー、文章が大事ですよね。だからこういう、うまいなと思ったのは、どこでお客さんの興味をそそってるのか、どこにピックアップしてるのか、どういう写真の使い方をしてるのか、だからこれとかすごくないですか。例えばね、これを情報商材寄りにするならば、この特典を、ただ特典がね、ありますではなくて、こう、全部見せていくんですよ。特典が、これもありますっていう、こう、わかりやすく。だから、よくその無料レポートとかも形ないじゃないですか。でも、その、よくあるのが、その、まあ、見たことあると思いますけど、無料レポートという形、映像、画像ですよね。画像を作って、その、バン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 みたいな、無料レポート。まあ、昔ね、川島さんもやってましたけど、なんとかセブンデイズみたいな。なんとかセブンデイズ、バババババババンみたいな。バンみたいな。でも、実際送られてくるのは、それじゃないんですよ。だけど、イメージとして、バン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 みたいなあると、分かりやすくなる、欲しくなる、興味が出るってことですね。わかります。だからこの写真の使い方とかもそうですよね。まあ、これは違う意味もありますけれども、すぐ客観的にイメージができるってとこですね。だからその無料レポートに関してもパンパンパンってあると、客観的に、あ、こんなにもらえるんだって一瞬で分かりますよね。でもそれが文章でブワーって羅列したら、その文章を読まないと分かんないんですよ。うん、だからこれもね、あとはね、ハンモック YouTube もう
まあそんな感じだったような気がしますね。あの特典でこう映像画像があってバババババみたいな、あれ7億ぐらい売ったと思うんですけど、とかまあその売れてるものには売れてる理由がありますんで、そのどうやって見せてるのかっていうところが答えなんで、それをそのエッセンスを抽出していくっていうことが大事ですね。うん、であとはここも面白いんですけど、あのここでまあこうここで引くじゃないですか、これキャッチで、あ俺も持ってるぞってこっち行くじゃないですか。で実際の事例ですよね、事例広告、事例広告からのこれ読み終えて事例広告見たらすごいなってなってからここですよ、なぜ現金が戻ってくるっていうこの流れ、なぜ現金ここでなんで戻ってくるのっていう、ここをキャッチで見るけど、なんでそんな100万戻ってくんねんっていう疑問が出てくるじゃないですか。でその疑問に対してもここに出てるんですよ、そのなぜ現金戻ってくるのっていう解説があるんですよ。まあ、これ本当にうまくできてますね。だからこれは緻密に計算されてる素晴らしいあのチラシだと思います、うん。久しぶりにパンチあるチラシ見つけたなと思ってご紹介させていただきましたけども、まあそのチラシも全部勉強です。だから結局ゴミ箱に捨てるのか、それをお金に変えるのか、あなた次第ってことですね。では終わります。